はい、レディースエンジェントメン、どうもドラメス佐々木です。はい、今回は、明日の昼に、ベルダンディ重心化発表します。発表というか重心化します。はい、ということで、まあ、ベルダンディは、今年に入ってから初の、まあ、重心化なんですけども、まあ去年一昨年は三国志とか、あと限定キャラクターが、ほぼほぼと、重心化してるよということで、まあ重心化キャラクターが、まあ、今年も来るんだろうと、まあ、みんな思ってて、まあいろいろ調べたとこ、まあ来なかったねちょっと期待外れだったね。まあ何が期待外れの、まあ限定かっていうと、まあガーベだったりとかノアだったりとか、あとはまあ、他いろいろあるんですけども、まあ去年はまあダルタニアとかいろいろありましたけど、まあ一昨年はブラフマーとかありましたね。あと去年ポルトスだったかな、ポルトスとかダルタニャンとかありました、ね、重心化、ほぼ限定キャラクターが含まれて、重心化発表されて、結構熱い年末とかになっていたということで、まあベルダンディの次の今回、重心化予想していきたいと思います。はい、先週ねちょっと重心化よ、あの重心化発表っていうか、あのステータス発表みたいな感じでね、ちょっとそんな感じの動画をしたんですけども、はい、ここです。あくまでも予想なので、皆さんここは絶対期待しないでください。はい、丸一、ルビー重心化、火属性でまずいきます。火属性重心化、ルビー2、曹操、なぜかというと、ルビークシナダゼロンで、まあ、使えますよね。まあ、マインとワープでね使えますね。重心化じゃなくて神化にするとワープのみ、ワープのみで、まあ強いのかな、まあ使えるとこもあると思うんだけど、まあ使えるとこ少ないよね神化だと。なのでまあ進化の方が断然やっぱ使ってる人が多いということで、まあ重心化していいだろうということで、まあダイヤモンドだったりとか、ルビーだったりとか、サファイア違うな、まあ宝石系だね、宝石系重心化あり、あとはさっき言ったそうだね、曹操も、重心化、進化かな、進化か神化忘れちゃったんだけども、進化シャンバラに使える、今だとまあマナーとかってさ、卑弥呼か、卑弥呼も重心化卑弥呼あって、まあいろいろとまあシャンバラは回りやすくなってますということで、まあ曹操の活躍がまあ少ないよということでね、まあ曹操も、まあ、結構存在がもう薄くなってきてるわけですよということで、まあ要は曹操が活躍が薄くなってきてるんで、まあ重心化していいんじゃないかなと。ここでね、まあ卑弥呼よりは強くなるとは言わないんですけども、まあ前よりもはちょっと活躍が多くなってくるような感じで重心化していいんじゃないかということで、はい、次、水、水がはい、水がですね、一番あとは水でいいなと思ったのが、はい、まあベルダンディはまあ水だからまあ来ないと思うけど今回はね、で水でいいなと、重心化していいなと思ったのが、これですよ。
上杉謙信、上杉謙信もまあ断然強い、強いけど今神化だとおそらくみんなアシュラだったりとか、なんだっけあの名前よ、まあいいや、まあ、あのいろいろ、まあ、使えますよね、まあ、ダメ王のとこだったりとか、はい、まあアンチダメージオールの、非属性キラー貫通タイプで触れた敵を3ターン、チェーンさせるやつという感じで、まあ、上杉謙信も、重心化ありなんじゃないかなということでね、他次同じく水が、重心化していいと思ったのが、そうだな、これがちょっと俺はピンときたのが、うん、まあいろいろね、もう水結構重心化してるやつ結構いるんですよね、もう、うん、アンデルセン重心化、なぜかというと進化が聖剣士キラー、噛んだな今、聖剣士キラー M にゲージアンチワープ、まああそこですね、あの山竹貝のとことかも使えますし、アバロンでも使える。で神化マインスイーパーに、ゲージでアンチ重力バリアなんですけども、まあ神化が、まあ、イザナミゼロだったりとかいろいろ使えますと。でまあ山竹海もベルダンディじゃなくてベルフェゴールが重心化して、もう山竹海に使うことがないというね、もう、うん、アバロンも天草もいるし、いろいろ適性もいるんで、もうアンデルセン使う場面ないんじゃないかなと思って、まあこいつ重心化していいんじゃないかなと思って、まあ重心化ランキングに入れてみましたと。はい、貴族生、次貴族生はもちろん皆さん待っているガブリエル重心化あっていいんじゃないかなと思います。はい、で次これですよ、同じく貴族生のインドラちょっとね、進化ダメ王のゲージでアンチブロック神キラーエブ、まあ結構アビリティ結構ついてるんですけども、うん、まあまあまあ強いけど、うん、微妙なんやろね、やっぱ、うん、なので、まあ、重心化してもまあ悪くはないということですわね、やっぱ。はい、まああくまでもステータスちょっとね今言えないんですけども、まあどう変わっていくのかちょっとね、あくまでちょっとまた考えてまた予想動画出していこうかなと思います。はい、次、光はね、これはちょっとめちゃくちゃ考えました。光はさ、切った宝石の中でもダイヤモンド中心化と同じく光のそうだな、これねめっちゃ考えたんですよ。光がすんごい悩んで、まあ、まあまあまあ光ってめっちゃ重心化キャラめっちゃいるじゃないですか、なのでうーんと思ったんですね。まあランマル、ランマーさん、森ランマルさん重心化いいんじゃないかな、うん、なんでかというとまあもう爆絶のあそこでね、まあ、使えたんですがね、使えたんですが、ベルフェゴールじゃなくて、まあね、まあ弁財天が出てからちょっと使う場面が少なくなったんじゃないかなと思い、まあ重心化して化けていいんじゃないかなと思いました。次ラスト、闇属性
闇属性がですね、これがこれはこれはちょっとね、まあいっぱいいるんですわ。やっぱ闇属性は中心化してほしいの。サルトビザスケ中心化あり、絶対あり、うん、サルトビサスケ中心化はありだと思います。なぜかというと、前はエデンでね、まあ結構使われてたんですけども、今じゃもうソロモン艦隊でボコボコにできる時代なんで、まあそのぐらいのレベルになってほしいよね、やっぱもうサルトビさんも。なので中心化して、まあソロモンに追いつけるようなレベルになってほしい、うん。次、徳川家康中心化、エルドラドに使えるんだけども、もうね、うん、火力足りない。エルドラドでもマインスイーパー L でワープ欲しいよね、うん。徳川家康ワープ欲しいよね。神方とアンチ重力バリアの光属性耐性だから、要はアンチワープと光属性耐性か、もしくはまあ、進化だと、マインスイーパーアンチ重力バリアなんですが、マインスイーパーと光属性耐性ぶち込んでくるんじゃないかなと思います。はい、まあそんな感じですね。まあまたね、ちょっとまたこんなんじゃないかなって思いついた時に、またちょっと動画をねちょっと撮っていきたいと思います。まあ、皆さんもねこうなんじゃないかなと思ったら、ちょっとコメント欄で書き込んでいただければなと思います。はい、ということで今回は、そんな内容でございましたということで、以上トラメスタケでした。よければ、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。説明欄の方からね、僕の LINE 公式アカウントでね、いろいろ情報を出してるんで、よければ、友達登録など、お願いします。以上トラメスタケでした。ご視聴ありがとうございました。